おびただしい数の鉄砲。信長の奴め、油断ならぬ。信長の率いる軍勢を目の当たりにして、道山は驚きの声を漏らした。しかし、信長の姿を見た途端、今度は眉を潜める。なんじゃあれは。噂通りのうつけ者のいでたちに拝見する気が失せてしまったのである。家臣の言葉で道山はかろうじて気を取り直し、拝見の場である聖徳寺に戻る。ところがそれから半時のち、道山は再び降誕することとなった。先ほどの行列の時とは似ても似つかぬ清掃で信長が現れたのである。隙あらば信長を討ち取ってしまおうと考えていた道山だ。信長の器の大きさに逆に圧倒されてしまった。会見は無事に終了し、道山は信長という男の凄さを再認識したのである。